ある閉ざされた雪の山荘で公開記念よっ映画コメンテーターのリリコです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はもう根掘り葉掘りいろいろ聞こうと思っていて、もう正直オチ言ってもいいです。いいの、珍しい、初めて。オチを言ってもそれまでの道がこの映画面白いから、ああ、嬉しい、うん、まずは一言ずつご挨拶を、はい、お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。久賀和幸役を演じました重岡大毅です。お願いします。お願いします。明けましておめでとうございます。本田雄一役を演じました間宮祥太郎です。よろしくお願いします。監督、明けましておめでとうございます。監督の飯塚健です。よろしくお願いいたします。やっぱりこの、まあ、サスペンスっていう風に、はい、まあ、出てるので、サスペンスっていうとストーリーを追わなければいけないっていうのが多分一番最初の印象だと思うんですけど、うん、私はどっちかというとこの作品を見て、なんか私は誰かが台車に乗せてくれて、一緒に押してくれて、一緒に波に乗るっていう、あ、最高ですね、感じだったのね、うん、はい、だから、あ、これはまた面白いなと思って、でまた一緒にこう、はい、推理してみたら、まあ、全然わかんないんですけど、うん、あのやってみるものの、はいはいはい、映画コメンテーターとして私わかったよそこでぐらいのこと言いたいんだけど、はい、それもなく、いや、最後まで楽しめたっていう、本当に最初からこう最後まで、はい、本当多分ずっとワクワクできる、はい、あのエンターテインメントの作品になってると思うので、そう、はい、あの最初にみんな集まるじゃない、はい、ちょっと不気味じゃん。そうですねそこから、はい、あそこからもう面白いもんね。そうですね、はい、もう始まってるので、そっから、そう、役者として難しいっていう、あの演技っていうのは、うん、多分普通を演じるのと、はいはい、役者が役者を演じる、あ、っていうのが、この2つが結構、うん、いっぱい考えなければいけないと思うんですけど。なるほどなるほど。演じてみてどうでした？でも本当に今回のはやっぱり東野先生のトリックがやっぱ素晴らしいの で、はい、でこのシステムがやっぱりこう全員容疑者で、はい、本当こう事件なのか演技なのかっていう、うん、そもそも設定がすごい面白いんですよね、うんうんうん、オーディションとして殺人事件を演じるっていうのが、はい、だからそこのシステムの中で、うん、あのやっていくのもすごい難しかったですね、うん、まあ、今おっしゃられたように、うん、こうなんか構えるじゃないですけど、こう役者が役者を演じるみたいなところって、はい、なんかこう試されてるような気もするし、うんうん、でもそれはでも本当にこう、スタッフさんと、あと共演者のみんなにすごく恵まれた、うん、こう素敵な現場だったし、それがこう出てると思うので、うん、割と楽しみながら僕はやれました。どうですか、いや、スターだしね、うん、まあ、うん、まず一個その、まあ、自分が演じてるじゃないですか、うん、役をでその役、演じてる役が役者じゃないですか、はい、でその役者がまたストーリー上いろいろ演じてるんで、はい、なんかその演じるがすっごいこう枚数が多くて、それがなかなか大変だったし、なんかこうちょっと嘘ついたりとかはぐらかしてる時に、普通の人間がはぐらかしてるんじゃなくて役者がはぐらかしてるっていうところにやっぱり一個乗っかるので、そこはまあいろいろ考えながらやりはしましたね。シンプルにこう芝居とかが好きな人が見てても面白いと思います。そう、なんか思ったんだけど、役者にみんな見てほしいなと思いましたなんかお芝居というものとちょっとね、はい、どういう、まあ、役者っていう、まあ、お仕事というか、うん、そういう、まあ、芸術というか、そういうものが一体どういうものなのかっていうのも、もしかしたらそういうメッセージもあるかもしれないですね。ですよね。また究極の立場に立たされた、うん、男性と女性、うん、が、まあ、そうですね、何を言うか、っていうのもすごく面白いなと思いました、ね、やっぱ登場人物が本当にこの8人、いや、そうなので誰かにこうやっぱりこう感情移入できるというか、重なる部分がきっとあると思うので、はい、監督これを描く、ね、この本をね、東野圭吾さんの本を、ま、映像化するっていうのが今回難しかったのか、何が難しかった、それともそうでもなかったのか、いろいろ私上でたまに上からこの間取り図みたいになって人が動くのがすごく面白いなと思って、サスペンスってやっぱりその人そのシーンにフォーカスしてしまうので、あの瞬間の後にみんなちゃんと動いてるんだなっていう、もう最高だなって思いましたので、どういうところが難しかったりとかしました、今回。でも今おっしゃっていただいた間取り図なんていうのはやっぱり映像だからこそできることだと思うんですよね、はい、それまでの
流れを一旦こうお客さんも一緒に俯瞰して誰が何を次やるんだろうな、はい、さっきのシーンをやったこの人は今どんな気持ちでいるんだろうな、でもあの何でしょうね、階段ですれ違えば人間らしい話もするでしょうし、うん、みたいなところを足せた部分だと思うんですけれど、うん、そういうところが一旦こう共に推理してもらえるような時間になればなっていうのはすごく思ってましたね、あそこは、はい、またキャストがすごくいいなと思って、そうですね、なんかバランスが、うん、難しいのがやっぱり、うん、予想されてしまうと思うんですよね、はい、クリアスティングの並びを見た時に、はい、あこの人が犯人なんじゃないか、はい、この人が殺されていくんじゃないかとかっていうところを、はい、この顔ぶれが並んでいる時に予想をさせたくないなっていうのは当然監督としては思うわけで、はい、並列的な何か共演になったらいいなとは思ってましたね、うん、すごくシーンのバランスとかも、はい、そのバランスはすごく感じました、はい、皆さん東野さんにお会いしたって聞いたんですけど、会いました、あれ、うん、これがネタバレだった今いやいやなんか今 あれいやでも本当にちょっと一瞬かなり一瞬時止まりましたね、事前に知ってた、直前に聞いたかな、だよね、で直前に、うん、あれはなんだキックオフのイベントでしたよ、うん、舞台2人はね、そうですよね、あそうか、監督は多分僕はちょっと一足先に、はい、多分そのキャスト陣はその時が初めてだったので、実は東野さん来られてて、うん、ご挨拶っていう形で、はい、初めて会わさせてもらったんですけど、ちょっと緊張しましたやっぱりすごい話しかけですよ、なんかこう生まれ年と、うん、あ、そうそうそう、作が一緒でみたいな、そうなんです、東野さんが、俺がだからとっておきの話題を出したんですよ、うんうん、僕が92年生まれなんで、この作品も92年生まれ、でもこうやって、まあ、縁があって主演させてもらいました、これは運命だと思うんですよみたいな感じでキラキラした感じでしゃべったら、横で中条ちゃんがそっか、そんなことより東野さん私ね誕生日一緒なんですよあ、そうなんだ、東野さん大盛り上がり、大盛り上がり、大盛り上がりしましたすんごい苦笑いしましたね本当になんか映像化がすごく難しいって言われてた、はい、うん、作品だったみたいで、実写化するのが、うん、でもこう実際こうやってやらさせてもらってみんなで一丸となってやって東野さんも褒めてくださったっていうのをプロデューサーさんから聞いて、それすっごくホッとしましたね、よかった、なんか存在するのかなってずっと思ってて、なんか東野さんって確かにちょっとドキドキしてでもね、映画気に入ってくれたっていうのが一番嬉しい、一番嬉しいですね、はい、私3つのポイントね、もうたくさん10個ぐらい書き出したんですけれども、この映画のありがたい、はい、ありがたいな、もうでも絞られまして、はい、その中で私がすごくいいなと思ったのが、その全体的な構成が非常に魅力的なんですよね、うん、終わってもう一回見たいっていう気になるんです、でもそういう風にすると、え、何分かんなかったからもう一回見たいのって言われてしまうんだけど、はいはい、それじゃないんですよ、はい、それじゃないのよ、はいはい、いろんなことをね一緒にね波に乗って一緒にいたいんですよね、うん、皆さんと三層で一番いいやつ嬉しいっすよね、だからそう分かんないから見たいじゃなくて、分かるんだけどそうもう一回見たくなる、もう一回見たい、はい、かそこがすごく面白いなと思って、うん、で何、まあ、かその一緒に推理をしてくれる時間もちゃんとこう与えてくれるんですよね、でそこがまたすごくこう良くて、一人ずつの人ってどういう人間なのかもちゃんと描かれているし、うん、はい、まあ、もちろん発言からいろんなことも読み取れるけど、一応やっぱり役者なのでっていうところで、なんかいろんなことをこう感じられるんですけれども、嬉しい、そのもう一回そういうワクワクしなしたい、もう一回できるから見たくなるっていうのはすごい嬉しいですね、やっぱり、はい、なんか目線だったり視線とか、うん、まあ、本当にことさら間宮君が多分すごく細かい目線一つをプランニングしてやってくれていて、例えばまあグループショットで終わるのか誰かの寄りで終わるのか、これはシーンの出てくる時に大きな差があると思うんですね、あとはまあブロックで順番に寄りが回ってきて
間宮くんだけもう一つこっちとか、例えば重岡くんだけもう一つこっちとかっていうことを散々つないで試してみるんですけど、そうするとやっぱりちょっと漏れ出てってしまうものっていうのがすごくこの作品の場合多くて、この時間帯でどこまで見せるんだみたいなことというのは繋いでる時にまた新たな発見があったりとかももちろんしましたし、でも現場でも多分2人を筆頭に、まあ、みんながそういうなんか自分との戦いみたいなことをそれぞれしてたんで、やっぱ俳優が俳優を演じてるわけですから、なんか自分が一番の監督なわけですよね、多分それぞれが。その俯瞰してるとことのせめぎ合いみたいなところっていうのはすごく映ったなと思いますけどね。今この段階ではどのぐらい多分お客さんがどこに向かっててっていうのをすごいあのコミュニケーション取ってる時に教えてくださるんで、あ、じゃあ今の段階でお客さんがここの状態なんだったらここではそこまで、ね、見せない方がいいかみたいな話し合いは結構細かくしてました。でもなんかやりたくなりますよね。なんかやりたくなるけど、やりたくなるけど、また目がキリッとしてるから綺麗な目です。なんかありがちな風に見える一回ちょっと俺本当にもう映画館に行ってお客さんの反応を見ながら見たいなっていうのもあるかもしれないです、うん、今ここら辺でお客さんはこう思ってるだろうみたいなことをちょっと見ながら見たいなと思いますね。喋りかけないでねなんか映画館見終わったらどうやったとか言い出しそうだから言っちゃいそうね。どうやったあそこすごかったよもうそれでもキャーって言ってみんなもでまたあの命がけなのに、まあ、この中でね、まあ、もちろんいろんなことがもう殺人、はいはい、ね、もちろん主演にもなりたい、いろんな意味で命がけなのに激しく描かれてないっていうところが好きなの。ああ、なるほど。あの結構そのあの怖く見えるとか、え、私怖いの苦手ですっていう方も、そうじゃないんですよってゆっくり一緒に、うん、だからパニクらないっていうのがすごくいいな。そうですね。いろんな要素をこう一つ一つ剥がしていくとすごくシンプルなお話なのはずなので、はい、うん、そこを作らないと始まらないなっていうのが大きかったですね。やっぱ同じ劇団に属している理由っていうのがやっぱあるわけじゃないですか、うん、本来、はい、そういうのとかですかね。いろんな伏線があるじゃないですか、はいはい、なんかこう好きな、まあ、言葉だったりセリフだったりとか、ここちょっと注目してっていうシーンだったりとかみたいなと。一個でも印象的なセリフでこうお芝居とはっていうのはあったですよね、うんうん、お芝居とは何ですかっていうのってなんかこうすごくシンプルなんですけど、やっぱりこう役者を志してるというか人にとって、まあ、お芝居とはってやっぱ本当自分そのものだと思うので、ちょっとなんか一回考えましたね自分も、うん、あれって今こうやってここまでやってきてるけど、改めて自分が今やってることって何なんだろうっていうのはすごくこうシンプルな、一文セリフだったんですけど、まあ、そのシーンもしっかりありますけど、すごいなんか考えさせられましたね改めて、はい、シンプルがゆえに、はい、私も考えました。あれは、はい、本当に、うん、そうですね、あれからずっと考えてます。見てからですか印象的でしたね、はい、うん、宮さんはどうでした。まあ、その芝居とつながるところで言うと、うん、その嘘っていうキーワードも一個あるなと思って、まあ、芝居がその嘘をつくことだっていう、まあ、人もいるし嘘じゃないっていうところもあるし、どこまでが嘘でどこまでが真実かっていうのを、まあ、演じてる僕らもそうですし登場人物たちも思ってることなんで、嘘っていうのは一個のキーワードかなと。最高の嘘をね、うん、作っていうのがね、うん、いいですよね。まあそうですね、今出た監視カメラというところでしたら、はい、まあ普通のお芝居のつながりだったらばここはまあ寄り添ったカメラなんじゃないかなってところが、うん、なぜ引いてるんだっていうところとかは、はい、答え合わせ的に注目していただけると、うん、なんかトリックがちょっと謎解きがっていうふうになるんじゃないのかなと思ってます。オーディションなのか、うん、本当事件なのかとこでずっと言ってるので、ずっとね、はい、うん、だからやっぱりこう暗い話じゃないし、うん、そのパニック映画というかデスゲームとかそういうのでも全然ないので、そうそうそう、はい、うん、何や言ったらこう雪も降ってませんから、まあ、そうなんですよ、そうなんですよ、雪の山荘っていう設定、そう、閉ざされた雪の山荘っていう中で、うん、っていう設定でのオーディションなので、ここは結構ポイントですね。だからそう全然そういうあの暗かったりとかそういう
うん、まあ、そういうシーンももちろんあるんですけど、うんうんうん、そればっかりじゃないっていう、やっぱこう、やっぱ伝えたいメッセージが最後にしっかりあるので。そうなんです、はい、そのメッセージなんですよね、はい、私やっぱり本当に希望が持てるとっても大切なメッセージが最後にあるっていうところでサスペンスではあったんだけれども、うん、映画館を出る時に生きる希望が頑張る希望がおしょって出るんですよね、うん、だからいろんなものを見た、だからいい意味で感情のジェットコースターみたいな感じで、もちろんちょっとドキドキしなきゃいけないところもありますので、やっぱりサスペンスなので、ただ怖すぎない、そこはすごく良かった。一緒に推理したい、人たちと、まあ、何か会話もしたい、一緒に入りたい、自分だったらなんて言ったんだろうねってね、役が欲しくて寝たんでしょって、って、まあ、自分だったら言っちゃうかなって思ったりして、なんかこういう登場人物がいたらまた話が、私が一番ですけどね、でもとっても素敵なエンディングで、そこに持っていく本とも違いますよね。その辺は監督まず聞きたいなと思ってるんですけども、ラストをつけるっていうのはどういうふうにお考えに、はい、まずやっぱ劇団員のお話なんで、はい、舞台に立たせて終わりたいっていうのはとにかくありましたね。で間取り図っていうのも、舞台上の要は吊ってある照明から見たら、ああいうことっていうのは全然普通のことと言いますか、ああいうものをひっくるめて全部が全部実は舞台の上で起きてたことなんじゃないかって思っていただいてもいいなぐらいのつもりでは出しました。あれは、いや自分と会話しましたおやこれはおやっていう、このラストに持っていくね、この希望っていうところで、ね、その観客に伝えたいことだったり、どうですか、重山さん。なんか本当にこう、ありきたりかもしれないですけど、新年早々一発目にすごくいい映画じゃないかなっていうのは、うん、なんかすごくすっきりした、すがすがしい気持ちになれる映画だと思うので、いろいろタイミングも縁もなんか来てるなと思います。本当、はい、それも間宮さんはこの作品として一人一人別のベクトルでこので起こってる物事と対面してて、うんうん、でその中に一人ずつこう引っかかってることだったりとか思ってるものだったりとかが違って、でもそれが今回はこういう大きなきっかけではあるんですけど、そのきっかけでなんかまたこう線と線がつながるみたいな、なんかそういう瞬間が訪れてて、でそのお互いの別の方向を見てたベクトルがこうガチャンってこう一緒になった瞬間というか、それがなんかラストシーンの美しさかなと思います。最後にお一人ずつからのメッセージを、これから映画を見に行く皆さんへ、監督からお願いします。やっぱりですね、映画は映画館で見てもらって初めて完成するものだと思ってますので、ぜひ劇場で2度見ていただけるといろんなことが分かるかなと思う映画です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうある閉ざされた雪の山荘でということで、この映画自体がすごくワンシチュエーションで起こる、でサスペンスなんだけれども、こうサスペンスエンターテインメントって言ってる通りエンターテインメントになっていて、それぞれのその登場人物たちの掛け合いでサスペンスに仕上がっていく、そういう作品になってると思うので、同じように閉ざされた映画館で、ぜひ時間を共有してくださると幸いです。ありがとうございます。チャイエコというよ、閉ざされた映画館で、いいね、同じこと言ったら俺の勝手です。もう本当もう思ったこと言いますね。はい、もう見てほしいです。雪の山荘でっつってのビチョビチョの汗かいてる。やめてよ、それで途中で俺も自分の汗のこと仕方ない。すいません、でももうこれが俺なんですわ。すいません。映画本当に何だろう、すごい月並みかもしれないですけど精一杯やりました。みんなで皆さんにこう楽しんでもらえるそんな作品をみんなで撮ったので、なんかこう、やっぱりこうみんなが楽しめるエンターテインメントサスペンスエンターテインメントですので、年明け早々すっきり、見てよかったなと思える作品になっていると思います。ぜひ劇場まで、足を運んでいただいて楽しんでいただけたらなと思います。おっ
今日はありがとうございました。ありがとうございました。雪の山荘に招かれた7人の劇団員、よろしくお願いします。それは主演をかけたオーディションのはずだった。なんで本物の血がついてんだよ。死ぬ気で芝居しろ。果たしてこれは演技か事件か、二重三重に仕掛けられたトリックを見破ることができるか。目撃者はすぐそこにいる。ある閉ざされた雪の山荘で。